あ、これか。
お客さんがいなくなったんで、これはもうロミプロのお客さんをキャットせんといけんなと思って、今からお客さんになってください。よろしく。まさか家のやり方がわからんちゅう人はおらんやろ。はい。マジでちょっと指導出ないし、指導しましょうか。家言うたら、家言うたらいいんですよ、多分。いややってんじゃねえぜ。恥ずかしいかい？恥ずかしい。多少。わしらも恥ずかしいわい。わしらの方がよく恥ずかしいわい。ということで、皆さん恥ずかしいがないように、この場は大丈夫ですから、外出たらアホか言われます、ね、自信持って叫んでほしいと思います。よろしく。それじゃあ次の曲は、俺たちの曲みたいなもんですかね。切れる曲で、あんたらも一緒に切れてくれれば嬉しいな。Let's go! Perfect! Come on, let's!Thank you.
しゃいますでしょうか。はい。なんか見たことありますね。あの、家言うたらまあ家言うたらいいんですけど、やっぱりみんな恥ずかしいという、僕も昔恥ずかしかったかもしれないけど、そんなことはね、もうどうでもいいんですよ、この場は。イエーイ言うたら、イエーイ言ってくれたらいいんですよ。はい、Are you ready? イエーイ。そっちの方が聞いてみよう。あの、大丈夫ですか、その辺。大丈夫。やってたら分かりますか。なんとか教えましょうか。イエーイ。イエーイ。やっぱり一人で恥ずかしいと。じゃあ、後ろの方と一緒に、ね。後ろの方、メガネかけたりした。イエーイ！イエーイ！できるじゃん、3人でやったら。イエーイ！イエーイ！何してるの？なんかね、あれ、ニワトリじゃないってよう言われるんですけど。イエーイ！別にニワトリの真似してるわけじゃないんだけど。あのね、あの、日頃の鬱憤をそこで話して、ね、次、無事話してくださいという意味なんだけども。ね。わかりました。イエーイ！あの後ろの方はもう大丈夫だと思います。後ろの人の人は多分あのミュージシャンなんで多分ね。暗くてよく見えるんだけどね。多分ミュージシャンなんで。分かっとるけど恥ずかしいけどようやることないけど、まあできると思うんで、まあ次回からお願いします。じゃあ次の曲。ラスト2曲なんで、この辺からもう一度行きましたロックカー。
聞いてないぞ、俺ね聞いてない人は、次回までの宿題として、練習しとくように盛り上がってきた人はそのまま、そういう感じで、まあ、次回もね、こういう感じで次回も言うか毎回こういう感じでやるので、ついてきてください、もうラストの曲だけどもいいんですか、ラストの曲だけどいいね関係ないみたいなね、ラストの曲をいくぜー、ロックンロールナイト。We'll be right back.
大丈夫です。